校門の周りには教職員、保護者、そして警備員の姿もあります。感染対策の不備が指摘されれば再び休校になる可能性もあるということで、緊張感のある登校時間帯となっています。こうして学校の前に立っているとなんかすごく安心しました。新たな感染者が40日以上確認されていない中国の北京では、すでに再開した高校3年と中学3年に加え、小学6年から高校2年までの全学年で今日から授業が再開されました。北京の日本人学校ではスクールカウンセラーを配置し、4ヶ月ぶりの登校をサポートしています。